西条山は、長野県長野市松代町と千曲市土口が境を接する山。第四次川中島の戦いにおいて、上杉謙信の軍が陣を発達として知られるが、異論として、西条山についても併記する。武田信玄が築いた、海津城や川中島平を見下ろすことができる位置に、あり、上杉謙信はこの山上から、 海津城に立ち上るびただしい水泳を見て武田方の攻撃を察知した。そして密かに山を降り、野員に紛れて、天宮の私から千曲川を溶かして、敵の裏を描いたと伝えられる。なお、現在、西上山とされて、展望台や高越合戦の解説版が設置されているところは、西上山のお根じの頂であり、謙信廃下の伝舞台 甘かす大見森影持ちが陣を敷いた場所とされる。この場所には、中霊殿、中魂碑もあるが、いずれも、母親戦争戦死者らを祀るもので、ここで幕末期に、松代藩士らが、銃撃訓練をした縁で建立された。そこでは、明治期以来、新政府樹立に寄与した功績を称えて、盛大に春秋の祭礼が行われた。したがって、以来、この場所に集うことを、 西女山に行くこととされるようになったようである。現在一般化している西女山の表記は、上杉軍将兵が、傍教の念を抱いて、遠く離れた郷里に残してきた西女を忍んで涙したと江戸時代中期になってから、芝居や浄瑠璃、講談等で語られて広まったことによるとされている。もともと、上杉軍が陣を設けた場所について、紅葉軍艦の記載は西女山である。 この記載は、江戸時代中期に、松代藩から、西条山を西条山と、書数は、ごなり、山もいなりと指摘を受けているが、江戸期の地図は概ね、西条山あるいは、西条山と記載されている。そのため、明治になってから作られた商家、川中島の歌い出しも、西条山は切り深しである。しかし本来、西条山あるいは、 西条山の名が付く山は南に1 0トルほど離れた全く異なる山であり、川中島の戦い当時は、海津上昇が上杉軍来襲を買いに、呪しで急報した放火台があった場所とされている。松代藩が西条山イコール西条山とした理由については、不明であるが、西条山と同じ読みである西条山が、上杉軍が陣を設けた場所とする説が、現在でも、 地元を中心に残されている。西条山と周辺には多くの古墳が存在し、古代から死者を弔い祭る山とされ、西条もしくは、西条王と表記するのが正しいとされる。西条山は、戸上山脈にある上部の倉骨城と、その下部の天城城の2つの山城を北に下った、尾根先から T 字型に東西へ伸びる山脈を形成している。その東端は、 赤坂で生誕が笹崎中央部の手法が謙信夫人と伝えられる最上山である。しかし最上山や薬師山と表記されている地図もあれば赤坂を最上山と表記してこの最高地の最上山を無名にしている地図もある。無名にしてある地図の方がむしろ多い。この手法を最上山のままが良しとする説もある。それによれば 最上山山頂の古墳は、ふもとにある藍津美名神社の祭人、藍津姫命の墓と伝説される。そして地元では、天井もしくは、御天井とも言うのだと言い、藍津姫命は、竹方人の孫娘にあたるとする。初代の家や国造である、武五百立命の妻であるので、西女の山が正しいとするものである。上杉謙信の西女三夫人は、 定説となっているが、史実にはないと否定する向きもある。天正10年、武田家を滅ぼし来た、信濃を領有した、織田軍の森長吉が、本能寺の変で、織田信長の後ろ盾を失って、わずか2から3ヶ月で撤退後、徳川、北条らとの三つどもへの草刈り場と化した川中島に、北条氏直軍の北上に備えた、上杉影勝は、長沼城を経由して、 海津城に入って、最女山、倉骨城一帯に布人。これによって、徳川、上杉両軍の攻撃を恐れた北条軍が、上杉氏との講和をして撤退した史実との混同だとするのがそれである。赤坂展望台までは舗装路があり、普通乗用車でも行くことができ、途中では、運が良いと、日本かもしかに会える。付近には、樹木の幹に、 イノシシが体をこすりつけた後も多く見られる。赤坂展望台から、西女山頂上へは、見歩走路があるが普通乗用車での通行は難しい。火器は、蜂が発生する上、樹木が茂って、眺望は期待できない。ありがとうございます。